すげえの買ったじゃん。いくら？アマゾンで1万9000円ぐらい。おお、お前リクサクしょってるみたいだぞ。遠足行くじゃねえぞ。おい、コロコロ持った？コロコロ持った。ロードメジャードキドキ活躍するだよな。あれ、メモ帳持った？メモ帳持ってるよ。うん、何？アームカバー、暑いから。こういうの欲しいじゃん。涼しい？涼しいかどうかって言うと、もう見ての通り汗ばっかり。で何、俺はこれしろっていう。とりあえずこれでしないで。じゃあ行ってくるよ。虫刺され持った？虫刺され。はい、持ったよ。こんな小さい蚊にさ、こんな小さい蚊に刺されてさ、みんなかずっと痒い思いするの嫌だじゃん。だったらさ、クマンバチみたいのにさ刺されてさ腫れ上がった方が納得いくんだけどさ。だからこう言ってさ、俺はフマキラ持って、お前も持ってるわ。お前のは何だっけ？何だっけ、何ミスだっけ。レッツゴーヒロミ。な、うん、レッツゴーヒロミだよ。知らにゃ、レッツゴーヒロミ。パサあ、知ってんのか。マジで令和6000万って振り込む。マジでパサってやるよ。ジャベーンってやるのが。そう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 、カラオケでかかってるから。まあいいや、早く行こうよ。うわ、おい乱暴、おい乱暴、おい、マジか。俺熱中症かかってんだからよ。車の中で足つっちゃうよ、お前の運転は。着いた、おい、着いたよ。サイクアップ、レッツゴーヒロミ、ジャパン。これか、お前のは。ちょっとこれ持ってって、はい、コンベックスと、あとは、まあ、写真ね、それとボッシュのレーダーと、あとは、まあ、こっちに、まあ、こう計算機ね、メジャーと、あとはこれ、これね。よし、この辺、あ、まあ、そうだね。もしあれ、じゃあ、どかせれる範囲で、うん、どかせれるもんで、うんうん、やってくれれば、はい、うん、助かります。スタッコだな。スタッコだね。プリントだ。あ、プリント版だ。息子もだいぶもうね、腕が良くなってきて、ね、一人でやるんで。そう、僕が留守の時にね、うん、本当によくやってくれるもんで、助かるわね。助かりますね。で、これがスタッコっていう壁なんで、ツヤをね、出さない方がかっこいいと思いますので。あ、そうですか。で、この木の部分と、その今言ったプリントの部分が、ね、2色に分けた方がかっこいいです。うちはね、本当にね、余計な利益しなくてもね、息子と自分でやるんで、金額的にはびっくりすると思うけど、安くて、はい、だけどおかしなことするわけじゃないんで、人を使ってない手だけだもんで。あれ、あ、でも漆喰じゃないみたいだね。漆喰じゃない。漆喰じゃない。漆喰じゃないね。じゃあ、あそこだけああいうふうにやっぱ漆喰っぽく白くしたらかっこいいね。うん、漆喰でも。漆喰っぽくね。白くした方がね。外壁と色変えてね。で、カラーの文字があったら見てもないけど、割とかあったら見てもない。よし、終わり、こっち。ん？こっち終わりだから、向こうの出てくる。で、外壁測った？外壁測った。こっちとこっちの面を測った。これ、ツヤ消しでやるからさ。うん。一色単で塗るんだったら、平米数でいいんだけど、本数、枚数、そうなっちゃう。回っちゃって。それ結構使った？あ、コロコロ。コロコロやっぱ使う、うん、まだ冷たい？冷たい。熱中症対策にはいいかもしれない。あ、ただ涼しいかどうかって言われると涼しくはない。あ、熱中症対策には全抜群でいいかもしれない。よし、お疲れ。お疲れ。じゃあ、さ
さっき寸法取ったの明日でいいからさ、まとめて PDF かなんかで送って、うん、これが今どのぐらい溶けてるかみたい。おお、なんかそれがなんか今日の 主役見たくなっちゃったじゃんかよ。中見せてどうなってる、離して、あ、ペットボトル入ってる。おお、もう溶けてる。中ちょっと中見せて。お、水入ってる。水入ってる、うん。これを水を循環させて、あ、すごいじゃんこれ。ちょっとあの、まず銃みたいに、それ凝ってるやつ、そこでまた入れる。だってもう今日終わったぜ。シャッしょって帰る。ゴキブリです。ジャパン。はい、今ね、現場調査の方、現場調査イコール見積もり行ってきました。お客さんにね、ちゃんとした金額を提出するための現場調査見積もりってことで3代目と行ってきました。3代目の水冷服っていうのかな水冷服の動画にじゃあありませんのでね、適正価格っていうのは何っていうのはね、私なりに答えようと思ってね、今回やってます。それで今回ね、3代目の方でもう寸法取ってもらってね、これから明日かな、24時間以内に私の方にその金額をね、見積もり金額っていうのを一回提出させて、もう私も出した金額とどれぐらい違うかっていうのをすり合わせてね、3代目が一人前になってきたか、まあ世代交代を本当にしていいのかっていうね、見極めるね、今私も段階に来てますので、もう私もね、まだ54でまだまだバリバリできるんですけど、もう若手をしっかり育てなきゃいけないっていうね、そういった使命も持ってますので、どんどん若手が育ってきたら、私はね、代表を退いてね、もういいかななんて思ってます。まあ私ペンキ屋辞めたら、ちょっと移動販売のクレープ屋さんみたいなね、こともやりたいなーなんてね、嫁さんとね、チョコバナナクレープどうですかみたいなことね、まあまあそれ半分嘘ですけど、半分嘘っていうことは半分本気ですからね、まあまあまあそれは別として、若手がどんどん育ってほしいっていう意味でね、そういった適正価格が出せるような指導もねやってます。はい、そういったことで今回適正価格ってことはね、じゃあね、何なんだよみたいなね、早く言えよみたいなね、思ってるかもしれないけど、私はね、適正価格っていうのは、ね、縦壺いくらで、大体いくらです、金額がシリコンだったらこの金額です、これが適正価格ですなんてね、そんなことはちゃんちゃらね、言いたくもないし思ってもないし、そういった適正価格がないっていうことです。はい、適正価格っていうのは、まずもう第一条件、1にも2にも塗装経験のある人がね、お客さんのところに行っていろんな苦労やね、経験を積んでいる人が塗装現場において見積もりを立てる、現場調査をする、その結果出てくる金額が適正価格なんですよ。それが適正価格なんです。数字的にいくらじゃないんですよ。私が出した金額と今流行りのね、リフォームね、塗装の経験もない人たちがたくさんね、塗装やってますなんていうリフォームが増えてきましたけど、そういうね、代表さんがね、出す塗装の金額なんていうのはね、私と同じ金額になったとしてもですよ、もうね、内容が違う、経験が違う。そりゃそうですよ。塗装も塗ったこともない。私はこうやって一生懸命毎日ね、現場にも出てますし、金額がたまたま同じになったとしても、内容が違うんですよ。全く。はい。そういった意味で、適正価格っていうのは、価格、金額、それの前に、ちゃんとしとかなきゃなんないのは、しっかりした塗装経験がある人、経験です。頭で分かってることじゃない。現場でたくさん苦労した人、そういう人に現場調査を依頼して出てくる金額が適正価格っていうね、ことをね、今回言いたかったわけです。もっと前の段階でしっかりお客さんも理解しておかなきゃなんないことなんです。はい、そういったことで適正価格っていうことを、ね、少し私なりにやったつもりです。それでは高橋流メイク弁当、明日もね、また3代目と現場に入りますけど、まあ熱中症で倒れてる人もたくさんいると思いますので、気をつけてくださいね。それでコメントでもね、いろいろ高橋さん、空冷服着てくださいよなんてね、コメント、ね、いただいて嬉しいです。だけど私もね、代表で1万円のお小遣いで、ね、生活してますので、もう嫁さんにね、ねだってるんですけど、ね、ちょっとコードレスかき氷機を買ってしまったんで、今ね、お小遣いゼロなんで、もう少し仕事頑張ってね、空冷服空調服、うん、そんなのをね、買いたいと思ってます。それでは終わりたいと思います。またよろしくお願いします。はい。